だってこれでコンパイルが終わったみたいです。それでコンパイル終わったらどんな風になりますかっていうと、こういう風に出てきます。でちょっといくつか説明しておきます。コンパイル中のこの表示文字ですけども、これはコンパイルしてますよってことです。これは iFortつまりインテルフォートランドコンパイルして、これのオプションこんだけたくさんついてますけど、このオプションがついて、でこのフォートランのこのプログラムをコンパイルしてますよって出てきます。なので、個別にやりたい場合はこういう風に打ち込むということですね。もうちゃんとプログラムというか書かれていて、Win2K の場合はやると、まあ、他の第一元件計算コードもそうなんですけど、こういうふうにやっていきますよということを示しています。で、自動でコアに対して最適化するっていうのをつけましたんで、実は、この後ビビビと見ていくと、ここに成功したやつが書いてあります。出てきます。これでうまくできていますねということなんですね。で下を見ていくと、ワーニングはまあいいです。気にしなくていいです。このワーニングというのは別に気にしなくていいんですけど、この後に、エラーというのが出てきています。本当は出ない方がいいんですけど、出てますね。ですね、おそらくバージョンがどんどん新しくなっていくと、こういう AVX 命令がですね、効かないのが出てくるんですね。前ご紹介したこのバージョンは確か Win2K の12のバージョンでは、このコンパイルのやつはうまくいくっていうことだったんですけども、今回これなので、それがうまくいってないかもしれないです。で個別にやる方法があります。もう個々のものはコンパイル進んでますんで、あとダメなやつだけやります。でまあとりあえず何がダメかはメモっておきます。これ AIM とそうするとクリエイトドキュメントで AIM のプログラムとペアヘスっていうやつがダメなので、それをやります。でもう一回リコンパイルするときは、この R のコンパイルリコンパイルって書いてあるやつ R ボタンを押します。小文字でも動きますんでやってみましょう。でこうなります。でセレクトプログラムっていうのがやれます。あ、そうです、コンパイルパラメータ変えなきゃ。なので一回ちょっと戻ります。でコンパイルのパラメータはここですね。ちゃんとスペシファイコンパイルオプションって書いてあるんで、この O を押してエンターです。でもう一回押します。で今回ここがうまくいかなかったので、これ全くなくします。ゼロでこれですね。でこれでエンターでセーブエンターでリコンパイルの R を押し、これですね、これを R にして、でセレクトのセレクトプログラムこれのやつで S でエンターで、何選ぶかで、先ほどメモったこれですね。AIM をもう一度新たにやりますよということで、これやります。で、エラーが1個消えましたね。で、残りのやつ、これもやります。で、同じように、R コンパイルで S セレクトでペア S やります。でこのように、うまくいかなかったものはパラメータを変えてください。でもういろいろとやりたいという場合にはこれをつけたりとかしますけど、おそらくこれオートで自動的に CPU に最適なのを選択されることになるので、これをつけてダメってことは多分最適化のやつつけてもうまくいかないってことでしょう。でこれでエラーがなくなりました。でこのようにしてエラーをなくせばいいです。でこれを終われば OK です。であとは、まあ本来はこれ U が進んだ後に L が進んできます。まあ多分 U 一旦私は失敗してしまったので、こうなってこういう画面になってるんですけど、本当は自動的にこれが全般に上からなってきます。でアップデートパッケージで今度は L ですね。でこれはこのままエンターでいいでしょう。でエンターと、ディフォルトはこれなのでもうディフォルトでいいですねということでエンターでしてます。でこれです。で終わりなので9と。でここまで終わりました。ここまでというかどこまで終わったかというと、このドットサイトコンフィグより PW までが終わりました。じゃあこれが終わると今度はちゃんと終わるとユーザーコンフィグ LPW という画面が出ますけども、出ないので入れてください、これは。
で、何使うかなんですけども、EMAX を使える人は、別に使ってもらっていいですし、あと VI というのもあります。なので、EMAX だったらこのままエンターでいいですし、あとは VI っていうプロットソフトや、Ubuntu だったらデフォルトで入ってるこの Gedit っていうのが、結構便利なので、私は Gedit にします。で、いいですかって聞いてますんで、Y です。で、次聞いてくるのは、データの拡張の場所をどこにしますかっていうことですね。で、エンターにするとデフォルトでこの名前が出てきます。まあ、こちらでもいいかなと思います。わかりやすい名前でもいいです。例えば、これ Win 付けて名前にされちゃうんですけど、Win 付けて見たら何かわかんない人がいるので、アンダーバーのデータって付けたりします。で、このフォームってテストっていうのはもうわかると思うんですけど、まずフォームフォルダーで、しかもフォームフォルダーの名前はテストっていう名前なんですね。ちょっとわかりづらいんですけども。で、そこに Win 付けのフォルダー、ここにできるってことですね。このフォームフォルダーのディレクトリの中に、実際にはディレクトリの中にできることになります。ちょっと、ちゃんと対応してないんで分かりづらいかなと思うんですけど、これ上に戻ると、これホームがあって、このホームって書いてあるんです。実はテストって、ユーザーが付けた名前になってます、本当は。で、その後に、なるってことですね。じゃあ、ここ開いておきましょう。どうなるか。で、データにします。で、いいですかっていう意味で Y にします。で、これも、で、見ると分かるんですが、ここにできます。で、ここにデータが入ります。で、あともう一個、他のデータ、ベクトルファイルっていうのも入れますかっていうのがあるんですけども、これも同じ名前のところ入れておいてください。なので、私の場合は、ちょっとどうなってるか、プログラム中身見てないで分かんないんですけど、同じ名前になるようにして入れてます。自動、エンターでしたら自動的に同じ名前になるのかもしれないんですけども、ちょっと分かんないので、やらないです。で、PDF どうしますかっていうのをこのままにします。で、この部分の Addit by Win 付け Begin っていうところが、Bash のファイル、しまった。こっちの、隠しファイル見てみましょう。環境設定ファイルのこのこっちの中に書き込まれることになります。じゃちょっと見てみましょうかね。ここに書き込まれます。わかりやすいようにしておきましょうか。こうですね。じゃあやってみましょう。で、これでいいですかっていうので Y になります。で、これでリロードにすると最新のアザに変わります。で、書き込まれてるのがわかりますね。で、RHFOSS のファイル作りますかっていうんですけど、これを並列計算、いくつかの PC を使って並列計算する、この SSH って書いてあるんですけど、をするときに使います。なので、これは NO でいいです。で、ここに、書き込まれているのがわかります。それで、一応見て、システムモニターで PC がいくつかっていうのを見てみましょう。一応8って書いてありますけど、実質的には、2スレッドでやってますんで、1つのコアを2つに、CPU に見せかけてやってますんで、スレッドって概念はちゃんと情報処理技術者試験に出てきますんで、同じキャッシュのメモリーを共有する、して、プロセス確か分け合うっていう定義でしたから、キャッシュの単位で考えると、もう、実際には CPU は4つしかないです。で、プロセスを、処理速度という観点では、キャッシュ関係なければ、スレッドの数分だけ動くと思いますけど、実際に調べてみると、あれですね、今回の場合、コア数2体の方が一番早いです。Win 付けの場合は。なので、いろんな第一元計算ソフトでどれが早いのかってやらなきゃいけないですね。MD の場合ですと、スレッド見れた、CPU 数が一番早いときがあります。で、ここのエクスポートの OMP ナンバースレッズって書いてありますね。これは OpenMP 並列の数いくつにするかってことです。今までの動画見てきてる人、分かる人はいると思うんですけど、この数を変えることで並列の数を変えることができます。で、これを通常4にします。4つですからね。で、これでセーブです。じゃあ、これでいいですね。もうこれも閉じましょう。で、これもちょっと見づらいので隠しておきましょう。消費量ファイルズで。で、これでいいですね。で、これできました。じゃあ、この後どうするかというと、ここの書き換えましたね。バッシュ書き換えました。で、次、バッシュと言います。これは、更新です。環境変数変数ファイルを、これを入力すると、更新されます。書き換えが。で、次に W2Web を入力します。で、
ユーザーネームとユーザー番号、何をしたするかっていう書いてあります。で、実はこれ、Win2K の場合はちゃんと遠隔操作を設定すればできるようになってます、実は。で、この大学、今これ放映しているところの 大学は、外部からアクセスができないので、もう気にせずに書きます。ここに本体はちゃんとやると、ここに、ユーザーネームとパスワードを入れます。で、これでいいです。で、この、ポート番号789でなくても1234でもいいです。これでもいいです。まあ、とりあえずデフォルトのままでいいです。で、失敗したら例えば7891とか7892とか好きな名前をやればいいです。まあ、失敗した時の場合はこのホームページに、書いてあります。うん、このホームページ書いてありますんで使ってください。このホームページばっかりなんか進めてるみたいな感じになりますけど、実は他のところ進めたいんですよね。うん、神崎先生のところとかもっと分かりやすかったら、あ、いやいや、いいえ、神崎先生のところとか分かりやすいと思うので、そういうところのホームページを見ていただければなと思います。私はこっち使い慣れちゃってるんでね、こっちのホームページ使ってますけど、神崎先生のやつは確かね、国の授業でホームページが保存されてるらしいので、こいつはなんかこのホームページは保存されてないんですね。なので、まあ、いつ消えるかも分かんないんで、作ってる人はなんか消すつもりはないらしいんですけど、でちょっと戻りますね。申し訳ないですね。まあ、いつ消え、世の中っていうのは永遠はないので、で789です。でこれでいいです。でホストネームもこれでいいです。でマスターノードかというので、イエスにしとけばいいです。まあ、これ、デフォルトでも多分受けると思います。で、この、ページ、URL に飛ぶと、Win 付けが作動するようになります。ちょっとやってみましょう。で、ここにユーザーネーム聞かれます。先ほどのこれを入れてください。これ、好きな名前でいいです。で、これも、こんな風になります。で、OK です。あ、間違えた。私が間違えました。すみません。で、これが終わったら、これ押しておいてください。そうすると便利です。何が便利かというと、もう一回入るときに覚えておいてくれます。ああ、しまった。じゃあ、ちょっともう一回やり直しましょう。ああ、まあいいや、いいや。再起動したときに、パスワードの入力を覚えておいてくれますんで、もう後からちょっと再起動してみましょう。じゃあ、でも、今、再起動すると結構時間かかるかもしれないですけど、まあいいや、ちょっとやってみましょうかね。やってみましょう。ちょっとお時間かけちゃうかもしれないですけどね。あ、でも、もうこれで、おおむね山場は超えた感じになりますね。インテルフォートランのインストールもできれば、 G フォートランっていうもう一個フリーなフォートランがあるんですけど、それを入れるのも難しくないですし、こう今までのやり方を一応分かっていれば、あ、ちょっとあれですね、カメラ変えますかね、分かっていればいろんな第一元理計算のコードのダウンロードも大体できるようになってきます。まあ、感覚がつかめるって言いますかね、ある程度こういう感じかなっていうのがつかめてきますので、そうしていただければと思いますね。まあ、このあと代表的な PWSGF、コーンタムエスプレッソでもコンパイルできれば、もうあともうほとんどみんな一緒ですから、まあ、紹介したホームページなどをですね、参考にしていただければ、多分すぐできると思いますね。じゃあちょっとやってみましょうかね。ターミナルで、で再起動した後どうするかと言いますと、まずターミナルを押して、Win2K 使うときには W2Web と毎回入れてください。で、エンターします。で、ここに出てきますんで、これ。うわぁ、ちょっと待って。